私も食べるの初めてです。狩猟鳥獣ではない獣です。有害駆除で捕まえたのをもらってきました。漁師であってもまず口にできない食材ですね。まあ、中国では食べられるっていうし、日本でもこの駆除で取ったものは一部のお店に流通させられて、提供しているお店もあるにはある。この食材を食べようぜっていうイベント、私も一回声かけられたこともあります。ただめったに食べることができない食材ですね。保護されてたりもするんですけど、結構被害になってる、農業被害が出てるところもあって、数が多すぎると駆除されてます。加えて外来種との交雑が発生してて、動物園から逃げた外来種が国産のものと交尾しちゃって、ハイブリッドが生まれてるんですよね。そういうのもあって数が増えないようにある程度制御している生き物です。ただ狩猟鳥獣ではなくてめったに食べることができません。あと見た目がね、人間が受け付けづらい見た目をしてるんで、なかなか食べることができないんですよね。罠で捕まえてすでに中抜きされてます。なので内臓はもうないです。罠ってちなみに何罠？箱罠で取ることもあるんですけど、引き抜きくくり罠っていう特別なくくり罠じゃないと取れないです。なので主流なのは地獄罠って言われる罠で、小屋1個分ぐらいあるでかい箱罠なんですよね。中に群れ1つ丸ごと何十頭も入る。でその後に扉が閉まるというか出れなくなる。入ることはできるけど出ることはできないというタイプの罠ですね。魚の囲み罠に似ている感じですね。入りは安いけど出るのはきついみたいな感じの罠で取ります。すると群れ1頭取れるんで、その取った群れ1つをもう全部丸ごと駆除しちゃうみたいな形で捕まえます。であと銃での駆除もやってて、エアーライフルで音が出ないからそれほど警戒しないので、エアーライフルで撃ってる人もいますね。足すごいですね。いやもう言葉にできないですけどすごいですね。ちょっと食欲を失う形をしてます。どうにもならないレベルの食欲の失いです。私もこれめっちゃ食べたいわけじゃないんですけど、まあ、人生で1回ぐらいはこれ味見しとかないと、言い方あるですけどもったいない。駆除されちゃったものでもですからね。ああ脂黄色いですね。脂が黄色いな。おっぱいないからオスですかね。この生き物って内臓と一緒に外されちゃったのか。ああ内側からさばくべきでしたね。失敗しました。ちょっと私混乱してます。この生物の扱い、いろいろ言われるだろうな。共通感染症っていう人もいるだろうし、リスクが高いと。はい、近い生き物が、近い生き物だから、まあ、哺乳類全般共通感染症あるんですけど、まあ、近いですからね。しっかり加熱しても、まあ、この今さばいてる段階で危ないってこと。ここは危ないです。はい、血液には触れない方がいいですね。基本的に野生下で生き残ってたわけですから、かなり健康な状態ではあると思うんですけど、もう分かんないですからね、こいつ健康状態が。地獄罠に入れた後どうやって閉めたんですかね。銃で撃ちます。外側から。外側から。はい、室内に向かって。そうです。うーん、網目の隙間から、うん、撃って全部撃ち落としてから回収します。うん、この個体がどういう風に取られたか分かんないですけど、エアで撃ったり地獄罠で撃ったり、大きい罠で撮ったり、はい、で大きい罠の閉め方も、まあ、ガスと銃で撃ったり、うん、いろんなやり方があると思いますね。油が美味しいって言いますけど、わかる気がしますね。我々と体温がかなり近い生き物なので、油が口の中で溶ける温度がちょうどいいんでしょうね。増え続けると食べ物を取り続けて、どっかのタイミングでグループが餓死するんですよね。食べ物がなくなって、なくなって、はい、うん、ただ人間がいるとその食べ物が無限供給されちゃうんで、うん、増え続けるんですよね、うん、自然界のルールが崩れちゃうんで、本来だったら減る生き物は減らないんで、バランスがどんどん崩れてって、まあ、人間側も餌を食われるわけで、お互いいいことが何もない、減らすしかないんですね。低予算でできる対策ができればいいですね。電磁バリアですか。電磁バリアを超える何かが、怖い顔した狼みたいなのが、獣が近づいてきたら目が赤く光りながら、はい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 、めちゃくちゃ怖い声を出すロボットがあって、それはめちゃくちゃ効果あるらしいです。あるんですかね。ただ家の前だと人間の方がうるさいって話になっちゃうけど、はい、まあ、そのイノシシとか鹿とか一発で逃げ出すらしいですよ。慣れないんですかね。まあ動く、ちょっと動くんですよそいつ、はいはいはい、目が赤く光りながら、はいはいはい、で一番そういった野生動物が怖がる狼の声とか、はいはい、なんか人間が怒った声とかもいろいろ組み合わせて、なんか何種類か入ってるらしい。ああそういうことですね。うん、
前、後ろ足か。後ろ足です、ね、後ろ足のままに行くです。ああ、はい、こうなっちゃうとハクビシンみたいですね。こうなっちゃうかね。食い物がなくなってきたら出てこないわけがないですね。いつかは増えるんですよ。日本の狩猟本とかだとその辺触られないんですけど、うん、アメリカの私テキサスで狩猟免許取ったんですけど、そこの教科書には出てきますね。やっぱりね、動物の生息エリアと餌の量、うん、隠れ家の量、うん、だからそういう生息環境の許容値で動物のその許容できる動物の量が決まるらしくって、そこまでは増えることができる、そこ以上は増えることができない、それ以上増えたら餌を取れずに死んでしまうから狩るみたいな感じですね、うん、あと病気でも減るって言われますね。増え続けると結局病気が蔓延しやすい状態になって、新しい病気が生まれるリスクも増えるし、感染しやすい状態になるから減りやすくなるらしくって、まあ、食物以外病気でも減るって書いてましたね、テキサスの本には。医者がいない状態で、この間のねコロナみたいなことになったら、はい、人間もバタバタ死んでますよね。そうそうそう、まあ、でもそういうものなんですよね、自然のサイクルっていうのは、ね、はい、増えすぎるとどっかで減るスイッチが入るみたいな、うん、そうやってこの地球って環境回ってきたわけです。頭のいいお猿さんがお医者始めたらやばいですね。やばいですね。頭いいお猿がお医者さん始めたら無限に増え続けて、環境がどんどん悪くなってきますね。餌がなくなっていって最後はもう餓死するしかなくなっちゃいますね。ここの筋肉が硬いんですよ、この生き物、うん、こうケツが硬くて、うん、何に似てるとかあります？さばいたことのある生き物で一番似てるのはアライグマなんですよね。あ、サイズ感もそうですけど、足の構造とかも若干手足が分かれたりして似てるんで。スルッと向いたから綺麗に向けてます。若干綺麗、さっきより、はい、右前足、はい、ありがとうございます。 OK です、お疲れ様です。さばいた例の肉を台所に持ってきます。前足と後ろ足、どっち食べます？後ろ足ですかね。じゃあ一番綺麗な後ろ足から食べてみましょうか。あいつの後ろ足です。これじゃあとりあえずシンプルに焼肉でいってみましょうか。そうですね、はい。共通疾患が怖いんで、まな板とかも使わずに、それは捨てられる。ポリ袋の上で切ります。昔はね、この肉は薬として重宝されたらしい。どんどん切れてる。リモートワーク前にやっております。これ食べたらもうそういうことです。体の構造は人と変わらない。どの動物もそんな変わらないですね。アライグマともそんなに変わらないです。あれを取るほど、頑張って取るほどのものが結構、まあ、スネ肉は少ない。うん、うん、まあ、もも肉中心ですね。もも肉中心じゃないですか。うん、この規模を食べる分解の国だったら全然普通でしょうね。全然よくあるんじゃないですか、うん、まあ牛肉みたいな感覚であるということですよね。おそらく特に文明が進んでくるとちょっと近しい生き物はやめてたっていう。ああ、そうですね。はい、取れます。もも肉の一番いいところですね、はい、太ももの、人間でいうと太ももの部分ですね。これを焼いて食べてます、うん、まあ、メスと同じぐらい。メスと同じぐらい、はい、断面はなんか、ああ、駆除で使ったエアの玉が出てきましたね。ももから出てきました。エアだよ。エアの玉がももから出てくる。足に当たっちゃったんですよ、一発目、まあ、一発目ね、ミスったんでしょうね。一旦これぐらいをね、味見します。こしょう、肉の味が分かるような感じでシンプルに焼いていきます。しっかりめに焼きます。はい、しっかりめに焼きます。いろいろ怖いので。ベリーウェルダン。はい、とある動物のソテーがで完成しました。
味付けはシンプルにオリーブオイルと塩コショウだけです。かなりしっかりめに焼きました。感染症が怖い、念のためにそうしっかりめに焼いてます。では私から試食をさせていただきます。これ私も食べるの初めてです。どんな味がするんでしょうか。あ、匂いは牛肉とか赤身の肉とそんな変わらないです。豚ではないし牛寄りですね。あ、うん、まずチクソさはないですね。あ、チークサさ、はい、チークサさはない。旨味はしっかり、まあ、油は足したんで油感はちゃんとある。ちょっとパサパサしてる、ほんと牛の赤身に近い歯応え。硬いかと思ったんですけどこれでもないですね。よくあるサーロインのビーフステーキの赤身の部分みたいな違和感はないです。普通にじゃあまあ美味しい。うん、普通に美味しい。出されて食べたらあ、ビーフステーキだね、このステーキ美味しいねっていう感じです。そういうガーリックソースで食べたいです。ああ普通にガーリックソースとかで食べたら全然すごい美味しい感じになる、うん、はい。肉を焼いた後のフライパンにニンニクを落として香り出して醤油とコショウみりんをちょっと入れて甘みを出す、そのタレで食べたいです。まあ美味しいですよ。ちゃんとしたお肉の味がします。なんかいや、うん、あ、ここあの油がついてるところですね。油いってみますか。油ありました。油、はい、あの大丈夫、この黄色いところが油ですね。いってみます、はい、あ、油は獣感がありますね。ラブマトンに似たちょっと臭い感じ、あれがちょっとだけあります。でも個性ってことで全然美味しく食べられますね。油も嫌な感じはしません。じゃあ、駆除されたとある生き物の肉をね、食べてみたいと思います。僕ももちろん食べるのは初めてです。いただきます。命に感謝していただきます。あ、でも普通に美味しそうですね。ちょっと筋張った赤身っぽい感じですね。何の匂いも別に普通に牛肉と一緒ですね。いただきます。ちょっとあのそこそこ硬いんでちょっと噛みます。うん、あの嫌な硬さではないです。普通に赤身の程よい噛み応えのある赤身って感じですね。あの普通に美味しいです、まあ、オリーブオイルと塩コショウだけでも全然美味しいです、まあ、さっきトモさんが言ったみたいにステーキソースとかだったら全然普通に食が進む赤身の肉ですね。ちょっと分厚い部分いってみます。うん、ちょっと脂がありますね。まあしっかりめに焼いてるんでね、ちょっとパサついてますけど別に普通に食べやすい美味しい赤身肉ですね。なんか噂は何だったんですかね。なんかいろんな噂聞くじゃないですか。こう煮込むとなんか甘みが出て それは美味しいけどそれ以外はイマイチだみたいなのも読んだ気がするんですけど、全然普通の牛肉の赤身肉と一緒な気がしますね。ごちそうさまでした。いや美味しかったです。ごちそうさまでした。まあ魚食性が強かったり木の実でも癖がある木の実が食べてるともしかしたら変わるかもしれないですけど、今回の個体は全然もうマイルドそのもの。どうします、今後またもらうことがあったら。めちゃめちゃ肉が取れるわけじゃないんで、あの一頭もろってもらってさばいて食べるって言われたらそれだったら私アライグマの方が美味しいと思いますね。アライグマの方が味は好きなんですよ私。これよりもアライグマの方が旨味があるし油っ気もある、汁っ気がある。これ汁っ気がないんでその意味ではそこまでうわもらうもらうくれって感じではないですよね。肉の塊をもらえるならもらいます。まあそうですよね、はい、うん、新鮮なお肉の塊であったら食べる食べるってもらいます。ただ一頭ゴロンってきて騒いで食べるって言われたらあーどうしようかなって感じですね。まあ今日はね捌ける場所もあったけどスペース的にもね、はい、そうそう衛生的にも
いろいろ気をつけないといけないことになりますもんね。いや、そうなんですよね。最初は後ろ足から入ったんで違和感はなかったです。アライグマさばいてる感じでさばきました。前足さばいてるときはやっぱりちょっと違和感というか特別感がありましたね。特にあのこのあたり、肩のあたり、肩肉のあたりはやっぱりちょっと目が合うとごめんよって、他の生き物よりもちょっとなります。ちょっとです。でも、まあ、一つの生き物、一つの命、変わりない一つの命、美味しくいただきますっていう感じですね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、いや、貴重な機会をいただいて、あの譲ってくださった人にも感謝、取る機会を与えてくれた自然にも感謝です。美味しくいただきました。ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。